様こんにちは、こんばんは。ゆっくりで学ぶフランス料理の歴史、パート2でございます。最近くっそ暇なもんで毎日3時間ぐらい料理の本を読んでいるので、肩こりがえげつないことになっています。こんにちは。さて前回はフランスにイタリア料理が伝わって高級料理が流行りまくった。ってとこまでやりましたね。今回はその続きで、フランス王朝の最盛期からその後のフランス革命のお話をしていこうと思います。それでは、ゆっくりで学ぶフランス料理の歴史パート2。行くぞ!てってってでででで、いからく。第2章、王朝の最盛期からフランス革命。17世紀から18世紀にかけてフランスの王朝は最盛期を迎えていた。毎晩のようにサロンと呼ばれる社交会や宴会が開かれていた。そこでさらに洗練された料理を求めるようになっていく。王妃や貴族の名を冠した創作料理もどんどん生み出され、料理書も多く執筆された。調理法に関しても少しずつ進化していき、食材の味を引き出して肉や魚の出汁を使った料理が主流になっていった。そこから歴史的には何やらかんやらいろいろありました。適当。料理に関しては変わらず貴族たちが己の力を誇示するためのものとして、より豪華に発展していった。そして1789年、ついにフランス革命が起きる。これによって絶対王政を敷いてきたフランス王朝は崩壊する。王朝が崩壊したことによって、王侯貴族に仕えていた料理人たちが職を失ったので、町場に降りて働いたりレストランを開いたりした。そのおかげで、今まで貴族たちしか食べることのできなかった料理が身近なものとなり、一般市民たちにも広まっていった。さらに様々な国から入ってきた新たな食材や料理も取り入れ、さらに料理の多様化が進んでいった。そして19世紀に入り、ここでフランス料理界に多大なる影響を与える名シェフが登場する。その名は、アントナン・カレーム、近代料理最高の巨匠や、国王のシェフかつシェフの帝王、などと呼ばれていた。カレームはフランス料理の近代化を進め、ソースの分類化、コック帽や新たな調理器具の開発など今につながる料理界の基礎を築いた。さらには著書にも注力し、後世にその優れた技術を伝えた。そしてこの時代はまだ今のようなコース料理という概念がなく、後世に盛り付けられた大皿料理をテーブルに全て並べ、食べる時に取り分けるスタイルが主流だった。しかしこれではもちろん料理は冷めてしまうし、宴会の始めの方と終わりの方で料理の状態が変わってしまうことを避けられない。その大皿でのサイスに革命を起こそうとしたのが、カレームの弟子である、ユルバン・デュボワ、である。彼はロシア皇帝に仕えていた経験から、ロシア式サイス、をフランスで広めた。ロシア式サイスとは何かというと、極寒の地であるロシアでは一度に料理を並べてしまうとものすごい勢いで冷えていってしまうので、あらかじめ順番を決めた料理を一皿ずつ提供していくサイスのことである。この頃からフランス料理界では見た目ばかりを重視した料理より、一皿一皿を美味しく提供することに意識を向け始めた。もちろんこの流れはデュボワが作ったものだが、その背景には料理が貴族の接待のための道具ではなく、庶民が楽しむためのものになってきた、ということも影響していたと言われている。ちなみにカレームもロシア皇帝に仕えていたのでロシア式サイスは知っていたのだが、やはり従来のフランス式サイスよりも、見た目の豪華さや派手さが劣ってしまうということで、ロシア式サイスは取り入れなかった。このカレーム、デュボワなどの活躍によりフランス料理は、一つの完成形を迎えた、と言われている。以上、今日の内容をまとめると、貴族の接待の道具だった料理が、フランス革命によって庶民に広まり、さらに偉大なシェフの登場によってフランス料理は大きな進化を遂げた。ってな感じです。第2章はここまで。第3章は近代フランス料理の父、オーグスト・エスコフィエ、についてお話しする予定です。今回もまた、間違ってんぞクズまんじゅう。いや、ちょっと何言ってるかわからない、などありましたら、ぜひコメント欄に書いていってください。なんなら1個目ゲットという意味不明な儀式でも構いません。
コメントしてもらえたら腹筋4、5回分ぐらいの元気が出ますのでよろしくお願いいたします。概要欄にブログ、ツイッターの URL がありますのでぜひぜひそちらも見てやってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。サラダバ